おお。すいません。みなさんこんにちは、こんばんは。かこんばんは。暑いですね、こちらは。本日も皆さん、本日ありがとうございます。今こちら5時1分でございます。あよし、これは動かさないようにしていきます。皆さんこんばんは。本日は、サイキックフィーバーのオフィシャルファンクラブ会員の皆さんからいただいたメッセージ、僕がこの間12月1日に誕生日を迎えたので、その時にいただいたメッセージをご紹介していただきたいと思います。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。ちょっとね、こう目を通させていただいたんですけど、今日はゆっくりこのインスタライブで読んでいきたいなと思います。皆さんありがとうございます。たくさんのメッセージ、明るいですよね。もう真っ暗ですか、日本は。全部読みます全部、ああ全部。ちょっとね、ここバランス悪くて。暑い。ここからメッセージも用意してもらったので読んでいきたいと思います。ちょっと暑すぎて、ここ読んでいきますね。あー、いきます。理科室リカちゃん、人形リカチさん、21歳のデューシンくん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そしてチャチャちゃんもおめでとうございます。あ、チャチャ愛犬ですね。ありがとうございます。去年の誕生日から本当にあっという間すぎて、今年もこうしてデューシンくんの誕生日をお祝いできて私は幸せです。デューシンくんの笑顔をこれからもずっと守りますように。ずっと大好き、ずっとずっと熱い、ずっと大好きです。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。理科室リカちゃん、人形リカッチさん、これ僕が多分つけたあだ名ですかね。去年も一緒にお祝いできたということで、まあ、僕も20歳なんですけど、一緒にね、こう皆さんと誕生日を迎えることもできて嬉しかったですし、なんか年を重ねていくにつれて、なんか皆さんとこう成長もできてる気がして、とっても嬉しい一年一年になってます。マジで暑そう、すいません、汗かきすぎてティッシュとかあれば嬉しいですけど、はい、読んでいきたいと思います。さあやさん、リュウシンくん誕生日おめでとう。毎日元気をくれるリュウシンくん、こんな素敵な人はいないと思います。生まれてきてくれてありがとう、出会えてよかった、これからもずっと応援してます、大好きです。ありがとうございます。元気をくれるリュウシンくん、僕もいつも皆さんから元気をいただいているので、本当にね、逆にありがとうですね、これは。めっちゃ汗かいてるねって言ってるんですけど、なんかあれ、持ってきます。すいません、さっき走ってめっちゃ僕、体調悪いとかじゃないですよ。めっちゃ走って、おお、いろいろ。はい、ここで緊急オペ、汗拭きます。ちょっとね、始まる前までいろいろありまして、もうダッシュで来たんですよ。冷や汗じゃない、冷や汗じゃないです。体調は元気です、皆さん。はい、さやさん、ありがとうございます。いや、ほんとたくさんのコメント来てて、ココナちゃん、
リュウシン君、21歳のお誕生日おめでとう。ありがとうございます。リュウシン君のファン思いのところとか、メンバーと笑い合ってる時の可愛い笑顔が大好きだよ。勉強で疲れた時もリュウシン君の笑顔を見るだけで疲れが吹き飛んでます。わあ、嬉しいですね。改めて生まれてきてくれてありがとう。リュウシン君にとって素敵な一年になりますように。大好き、愛してるよ。ありがとうございます。ココナちゃん、いや勉強今大変な時期なんですかね。なんか少しでもこう僕たちの、まあ、パフォーマンスとかこう配信とか見てなんか勉強頑張る糧とかになってくれれば嬉しいですし、まあ、僕もこう勉強中学生の時とか学生の時はこう好きなアーティストさんの曲とか聴きながら勉強頑張れてたので、何かそれが僕たちがその立場になってれば嬉しいですね。ココナちゃん頑張って、ありがとうございます。皆さん心配ありがとうございます。これは冷や汗ではありません。僕がただ汗かきなだけです。次、サチちゃん、お皆さん本当もこう長い長文を送ってくれて、いきます。誕生日おめでとうございます。リュウシン君の存在が頑張れる糧になっています。サギ君になってくれてありがとう。いつもファンのことを思ってくれてありがとう。リュウシン君の笑顔とか優しいところとか、ステージの上ではキラキラしててかっこいいところ全部大好きです。いつもリュウシン君とかパフォーマンスでいつも言葉とかパフォーマンスでたくさん伝えてくれるから、リュウシン君にも伝わってると嬉しいです。20歳も素敵な一年になりますように。ありがとうございます。ちょっと汗かきすぎてね、スタッフさんにも心配されるんですけど、ありがとうございます。サチさん、いや嬉しいですね。なんかキラキラしてるって言われると、キラキラしてるのはこう皆さんの応援があるからこそ、こう僕たち側がねこうキラキラできると思うので、本当に皆さんがいなきゃキラキラできないですし、皆さんの応援があるからこそ今の僕たちがいると思うので、ありがとうございます。応援いつも嬉しいですね。なんか素敵な21歳になって、あとあれですね、こう今年の誕生日はこうファンクラブとかもできて、なんかよりこう皆さんと近い距離で誕生日を迎えれることができて、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。タオル巻く？タオル巻きません。なんか質問系とかもあるといいですね。ありがとうございます。ももちちゃん、リュウシン君、リュウシン君ハッピーバースデー、 Thank you so much。 21歳おめでとう。大好きな、大きな声と笑い声にいつも元気をもらっているよ。お茶目で可愛いけどタイに行ってからどんどんかっこよくなってるね。美容男子リュウシン君、また息子にアドバイスお願いね。この1年が笑顔あふれる年になりますように。これからも応援してね。嬉しいですね。息子さん、私これ多分リリーベンの時かな、お母さん、僕が結構メンバーの中の美容男子って言われることが嬉しいんですけど、意外とそんなことないです。みんな最近美容男子になってきてます。タイ来て、なんかタイって美容国じゃないですか。なんでいろんなコスメとかみんな試してるんで、まあでも最近言えることは、僕は最近韓国でいろんなパック買ったんですよ。で結構いろんなパックあって、初めてつけたのがシリコン製のパックがあったんですよ。シリコン、それめっちゃ良かったですよ。これ多分前もブログで言ったんですけど、ぜひ。あとは水をいっぱい飲んだ、1日2リットル目指して頑張ってください。アミノバイタルもいいです。はい、NEXT。 いや嬉しいですね、本当に。ちょっと汗も引いてきて、ちょっと僕もなんかゆっくりできてます。ここ、あ、いいですね。名前も面白い、ハンダとミネちゃん。リュウシン君お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年はリュウシン君にたくさん出会えて幸せでした。21歳のリュウシン君に早く会いたいです。もっともっとかっこよくなったリュウシン君が日本に帰ってくるのを楽しみにしてます。かわいい笑顔、ファンを大切にしてくれるところ、かっこいいところも面白いところも全部大好きです。リュウシン君に出会えて幸せです。リュウシン君に幸せ、たくさんの一年の中になりますように。ミネちゃんありがとうございます。嬉しいですね。確かに21歳になってからこうまだイベントがなくて、21歳になる前はこうシラチャとかタイでイベントあったんですけど、早く僕も21歳迎えて皆さんに、まあ、ずっと会いたい気持ちでいっぱいですし、まあ、日本にこう年末ジュニアエグザイルエキスポっていう、こう年末のイベントも決まりましたし、まあ、こう今 SNS を通して皆さんとコミュニケーションも取れているので、
なんか早く直接会ってこうレベルアップした姿で皆さんに会いたい気持ちでいっぱいです。皆さんもね、幸せいっぱいの一年になることを願って今年も頑張っていきましょう。皆さんありがとうございます。あとコメントもゆっくり読みながらやっていきますね。皆さん、いやでもたくさんありすぎて全部読みたいぐらいなんですけど、まあ、この後キャストもやるのでぜひ、ね、そちらもやっていけたらなと思います。カレンちゃん、ゆうしんくん21歳誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これからもレン君をよろしく。レン君が好きなんですかね。さっきもレン君と一緒にいましたよ。逆にレン君に僕はよろしくって伝えてきました。今年もいやありがとうございます。本当たくさんの、おいいですねこれ。パンダちゃん、リュウシン君お誕生日おめでとう。ありがとうございます。2019年にリュウシン君に出会ってからもう3年も経つなんて早いな。当時10代だったリュウシン君ももう20歳になるんでびっくりしてます。これからもリュウシン君の魅力がもっとたくさんの人に知られてもっとビッグな人になれますように。これからも一生ついていくよ。素敵な1年にしてね。いや嬉しいですね。ありがとうございます。パンダちゃん、2019年確か武者修行とかやってた頃は僕あの当時はこう自己紹介一つずつあって高校3年生17歳ハンデリューシンですって言ってたのをちょくちょくこう皆さんもコメントとかで誕生日迎えた時書いてくれてたんですけど、そうやって言ってた頃から今はハンデリューシン21歳ですって言うようになったんで、めっちゃ時は経つの早いなって思いましたし、気づけば自分も20代だなって。でその時こう僕結構メンバーも10代多くて、だってジミー君とかも19、りょう君20歳とかだったんで、まあ、鶴井君がその時21歳とかだったのかな。なんかその年になったのかってなるとなんかもっと頑張んなきゃいけないなってのは思いますし、なんか年を取るのは早いのでね、もっと頑張っていい年の取り方をしていけるように頑張りたいと思います。ここでちょっとコメントも読んでいきたいと思いますね。ジュシン君誕生日おめでとう。今日うち誕生日だったから近いの嬉しい。おめでとうございます。和樹よしさん、どうですか、ちょっと汗引いてきたんじゃないですか。いやマジでめっちゃ走ったんですよさっき。ハッピーバースデーリュウシン、 Thank you so much。 たくさん読んで、たくさん読みますね。そうですよね、皆さん送ってくれたんで。はるちゃん、リュウシンくんハッピーバースデー。オープニングライブ PCF でハマり、おリリベのファンさで完全に沼り、おファン歴はまだまだ浅いけど天真爛漫な姿とパフォーマンスのギャップにやられっぱなしです。21歳もリュウシンにとって充実した日々が送れますように。また会える日を楽しみにしてます。本当におめでとう。大好きだよ。チャチャもおめでとう。ありがとうございます。いや嬉しいことがあって、あの僕同じ誕生日、チャチャも誕生日なんですけど、みんなさんねチャチャもおめでとうって書いてくれるやつ、そこが僕の嬉しいポイント1ですね。でまあこれも嬉しいですね。オープニングライブで PC、 オープニングライブ PCF であまり懐かしいですね。あれも去年じゃないんです、今年でリリーベのファンサで完全だ。今年ねいろいろありましたもんね。だってオープニングライブから始まり、こうサバイバルとかもあり、リリーベとかもあり、まあバトルオブ東京ハイアンドローとかあり、こういろんな、今年はねデビューもさせていただき、イベントがある中で多分今年初めて僕たちのことを知ってくれた方も多いと思うんですけど、なんかその中でこう今もこうして応援してくれてるのは嬉しいですし、なんかこれからもねいろんな夢を皆さんと一緒に叶えていけたらなってのは思ってます。本当に嬉しいです。今年、まあ、3年前からね先ほどのように応援してくれてる方もいたり、今年知ってくれた方もいると思うので、なんかこうね皆さんとこうしてなんかいろんなところで知ってくれてる方がいるので、なんか本当運命じゃないですけど、そういうのはすごく嬉しいですね。ありがとうございます。私はリリーベでハマって、ありがとうございます。ルナちゃん、リュウシンお誕生日おめでとう。ずっと10代のイメージで止まってるけど、よく言われます。もう21歳なんだね。21歳です。いい意味でずっと変わらずリュウシンらしく、誰からも愛されて可愛いリュウシンでいてね。リョガシンもずっと仲良しでいてね。本当におめでとう。リョグとか仲良しですよ僕ずっと。いや10代のイメージね、僕言われるんですよ、よくメンバーからも。
ちょうど18歳ぐらいらしいです、僕って。18、19。どうですか皆さん、今何歳に見えます、僕パッと見ですよ。 EXPG に通っています。ジューシー君は何のダンスが好きですか？8、僕はヒップホップですかね、ずっと。お、リュウシン君どうなりました？14歳？そんな若く見える？スイカ子供料金できちゃう。18っぽい。いや、言われるんですよ、18っぽいって。18だ、19。21には見えないですかね。高校生は嬉しいですよ、でも若いの。やっぱ子供っぽく見られるんですかね、僕って。東京スパイラル今日で発表されて1年、お早いですね。ありがとうございます、いろんなコメントも。はい、読んでいきたいと思います。18歳19歳が多かったですね。はい、汗拭きタイム。今日はね、長いんでゆっくりやっていきましょう皆さん。これはね、汗で濡れてるわけじゃないですよ、水で濡らしてます髪の毛は。ちな、皆さん今何してるんですか？だって何時ですか、もうそちら。はい、スタート。ゆまちちゃん、リュウシン君21歳の誕生日おめでとうございます。メンバー1、明るくて元気なリュウシン君からいつも元気と笑いをもらってます。シエリア YouTube の企画いつも面白くてずっと笑ってます。早く日本で会いましょう。年末のライブ楽しみです。サイフィのこともリュウシン君のこともこれからもずっと応援してます。ひじからきゅんです。ありがとうございます。嬉しいですね、こうシエリア YouTube 面白くていつも元気笑ってます。僕たちもね、なんかこうパフォーマンスとか、なんかそういうこういろんな SNS で発信してるのを見て、なんかこう少しでもね、皆さんに元気になってもらえたら嬉しいですし、なんかこう自然とね、笑顔になって、なんかこう、まあ人間なんでこうストレスとかいろいろあると思うんですけど、なんかその中でこう一つのストレス発散場所がこう僕たちの楽曲だったり SNS とかになってたら嬉しいなとは思いますね。ありがとうございます、素敵なコメント。ちょっとこれ読んだら泣いちゃいそうになりますね。なんかあの12月1日迎えた時も、こういろんな SNS で皆さんこうケーキ一緒にこう作ってお祝いしてくれてる方がいたり、こうメッセージ長文書いてくれてる方がいたり、本当にこうたくさんの SNS 全部ちゃんとこう TikTok ではこう歌詞動画に当てはめて動画写真とか作ってくれてる方がいたり見たんですけど、本当サイキックフィーバーになってこう皆さんと出会えて、なんか誕生日迎えられたのはすごく感慨深いなって思いますね。あのまだダンスとかやってた頃の自分を思うと、こんなにこう素敵な皆さんに応援していただいて、素敵なメンバーに囲まれて、そして素敵なスタッフさんに囲まれて、で産んでくれたお母さんお父さんがいたり、ペットのチャチャチョッパーもいたり、なんかこんな幸せなことはないなと思ったので、なんか逆にこれからは僕たちがその皆さんがくれた恩を返していければなと思っています。ありがとうございますね、本当に。ミルクレープ作ったよ、俺が好きって言ってたからですかね。はい、もっとたくさん読んでいきますね。 CL のメッセージいいね、ありがとう。こちらこそ。夏ちゃん、お誕生日おめでとうございます。いつも笑顔に癒されてます。21歳も幸せで笑顔いっぱい溢れる年になりますように。ありがとうございます、嬉しいですね、笑顔に癒されてね。21歳も幸せ、笑顔いっぱい、いや笑顔いっぱいですよ、僕は普段から笑顔に癒されてる。僕も皆さんのね笑顔やコメントとか応援支えになっています。逆に僕が癒されてます、皆さんに。ジューシーの言葉選びが21歳感じる、ちょっと大人だったんじゃないですか。マリポサちゃん、21歳のジューシー君へ、ジューシー君の笑い声や
ファン思いなところに惹かれて気づいた時にはリューシンくんの沼に一気にハマってました。お仕事で辛いこともたくさんあるけど、リューシンくんの SNS やパフォーマンスを見ることが心の支えになっています。リューシンくんファンになってから毎日が幸せだよ。心から癒されているリューシンくんが幸せな1年を過ごせることを心から願っています。リューシンくんビッグラブ届きますように。マリモサちゃん届いてます、ありがとうございます。いや嬉しいですね、一分一分に愛を感じますし、なんかこう SNS やパフォーマンスで、まあもう皆さんそうなんですけど、なんかこう見て元気になってくれることが僕たちのこうやりがいじゃないですけど、一番それを考えてこうパフォーマンスとか日々 SNS 上げてるので、なんかこういうことを言っていただけたら嬉しいですね。なんか質問権もあればいいですね。リキオちゃん、リキオさん、リュシン誕生日おめでとう。タメです。いつも私たちのために頑張ってくれてありがとうございます。これからもついていきます。年末楽しみにしていますね。大好きです、ありがとうございます。タメ同い年か、20歳、頑張りましょうね。そうですね、年末一番楽しみです。やっぱしこう最後日本でパフォーマンスしたのが僕たちハイアンドローのライブが日本で今年最後だったんですけど、そこから本当にこうタイでいろんなイベントとか出させていただいて、まあ、なかなかねこう日本の皆さんと直接会ってパフォーマンスとかできることはなかったんですけど、この2022年最後締めくくりにこう日本のお仕事で皆さんとお会いできることは嬉しいですし、まあ、このタイに来てから学ばせていただいたことだったり、こういろんなイベントでいろんな景色を見させていただいたので、そこからこう吸収したものを日本の皆さんにも届けられるように何かできたらいいなっていうのは思いますし、なんかこうまた変わった姿でお会いできたらなと思っているので、皆さん年末ぜひ楽しみに待っていただけたらなってのは思いますし、僕たちもすごく皆さんに会うのが楽しみですし、早く会いたい気持ちでいっぱいなので年末頑張ります、ありがとうございます。いや多分これ1時間1日あったら全部読めると思います。そんぐらいの量がファンクラブに送ってくださって嬉しい気持ちでいっぱいでございます、ありがとうございます。汗拭きタイム、いやもう結構引きましたよ。年末いけないのは辛い、そうですよね、年末忙しいですからね。受験前にリューシンくんにやるの本当に心強い。あ、もう受験ですもんね、皆さん頑張ってくださいね。はい、次、春野ちゃん、リューシン誕生日おめでとう、ありがとうございます。3年前に初めてバックで踊り夜の見た時から、可愛いこの子ってなったものも龍神だし、福岡のリリーベから会えてないけど今も変わらず好きだ。お、年末会えるの楽しみに頑張るから龍神もお仕事頑張ってね。21歳の龍神もたくさんの人に可愛がられますように。1週間後に年追いつきます。もう少しですね、じゃあ誕生日春野ちゃん、いやありがとうございます。福岡のリリーベ懐かしいですね、あの外のところだ。いやそうですね、福岡のリリーベから会えてない、なんかそうやってこう会えないこういう状況の中でも応援してくれてるのはすごく嬉しいですし、なんかこうね皆さんのこう頑張る糧になってるのが何よりも嬉しいので、こういう SNS とかパフォーマンスを通してね、皆さんのお仕事だったりこう学校だったりこうアルバイト、まあ、いろいろあると思うんですけど、そういうのの頑張る源になっていただけたらなと思うので、僕たちもねその分全力で頑張るので一緒に頑張りましょう、ありがとうございます春野ちゃん。どうですか皆さん、自分の読まれてるとかありました？もうで30分経ちますから、いや嬉しいです、ほんとお祝いコメント
なんか質問とかもあればいいんですけどね。マナサクラちゃん、サイフィの可愛い担当、可愛い弟担当、リュウシン君お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いつもファンのことを誰よりも大切に思っていて言葉にしてくれてありがとう。これからもレン君とラブラブカナブラでいてね、わら。いつもありがとう。ありがとうございます。レン君とラブラブカナブラ、そうですね、カナブラ配信もね最近できてないんで、またやりたいと思います。今年中には1回 SNS も増えたのでやってください。はい、次みーちゃん、リュウジン君お誕生日おめでとうございます。みーちゃんありがとうございます。リリベ楽しかったよ、いつもサイフィの曲聴いてるよ、これからも頑張ってください。チェドとチョッパーも誕生日おめでとう。ありがとうございます。みーちゃんありがとうございます。やっぱりリリベ楽しかったですよね。近い距離でのパフォーマンスだったりお話し会だったりもねあったりして、なんかそれまでは結構僕たちああいう近い距離で皆さんの前でパフォーマンスするのがこう武者修行だったりしてたので、なんか今年はデビューしてからそういうああいう距離感でのパフォーマンスだったり皆さんと直接お話しする機会もできて、なんかよりこう皆さんとの距離感がすごく近く感じましたし、なんかこうもっと頑張んなきゃいけないなってのはすごくリリーベだったりを通して思ったので、なんかすごく今年の中でも特に思い出に残ってるのはリリーベですかね。結構僕的には。ありがとうございますね。リリベ行きたかった。ああぜひね、また僕たちのなんかイベントとかありましたら来ていただけたら。リンカちゃん、リュウシンおめでとう。ありがとうございます。年末とっても楽しみにしてます。これからもリュウシンくんの笑い方でたくさんの人幸せにしてください。ありがとうございます。やっぱこれ言われるんですよね、よく笑い方、笑い方問題、僕のそんな癖強いですかね。まあでも僕の笑い、笑ってるのを聞いてなんか釣られて笑っていただけたら何よりですね、僕は。なのでいっぱい笑います、これからも。 ASMR みたいな。はい、次わ、いいですね。ココナッツさん、21歳おめでとう。長かった下積みを終えてやっと夢を叶えた20歳。ありがとうございます。リュウシン君にとってはどんな1年だったかな。苦労とか幸せはリュウシン君にしかわからないけど、いつまでもリュウシン君の頑張る理由が私たちファンであれるように、その苦労を超えられるほどの喜びや幸せは私たちが絶対にあげます。泣くぞ。私の人生、リュウシン君と出会えたことが奇跡です。リュウシン君にたくさんの愛を込めて、ポチャッコのココナッツ。いいですね。いやー嬉しいですね。確かに20歳の時はこう、まあそれまでこういろいろあったりして、なかなかねうまくいかないことだったりうまくいくことだったりもあったんですけど、20歳でやっとこう、まあサイキックフィーバーとしてデビューもできて、何かこう応援してください皆さんとね、一つの夢が叶えられた年にもなったんですけど、なんかその中ですごく得たものだったりこう失ったものだったりもいろいろあったんですけど、なんかその時にこう辛い時だったりはこう皆さんの応援とかがすごく僕たちの本当に支えにもなっていましたし、本当にこの頑張る理由が皆さんなので、なんかそこは本当にいつもありがとうございますっていう気持ちでいっぱいですし、本当に感謝の気持ちしかないので、何かこう僕たちができているとかじゃないんですけど、なんかそれを本当に小さなことでもこう返していけたらいいのかなと思うので、なんかこう皆さんが応援していてよかったなと思ってもらえるようなグループ、そして個人としてもそうなっていければなと思っているので、本当にありがとうございます。まあ、本当奇跡ですよね、こうやって出会うこともこの広い世界で、今僕たちなんてしかもタイにいたりして、本当にこう出会うことってなかなかないと思うんですけど、こうして多分出会えてることって奇跡だと思いますし、本当に少ない数の中での出会いだと思うので、なんかこの出会いを大切にして、なんかこの人生の中でもね、悔いのない人生にできるように、人生一回きりなのでしていきたいなと思うので、皆さん一緒にね、これからも一緒に信じてついてきてくれればなと思います。
ありがとうございます。ココナッツ、次いきますよ。ライアちゃん、北海道の子かな、この子は。ユシ君20歳、21歳おめでとう、大好き、ありがとうございます。毎日 SNS の更新や私の大好きなリュウシンクのパフォーマンスに何度も勇気と幸せもらってます。キャハ、リュウシンクに出会えたことが本当に幸せです。これからも北海道から活源持ってたくさん会いに行くので、も待っててください。21歳のリュウシンクが世界で一番輝いて幸せに過ごせますように。 PS、 チャチャもチョッパーもお誕生日おめでとう、ありがとうございます。活源、北海道ですね、完全に僕が好きって言ったのを覚えてましたね。いや、ライアちゃん、ありがとうございます。何度も勇気と幸せをもらってます。いや、嬉しいお言葉ですよ。出会えたことが本当に幸せ、それは僕たちからも変えさせていただきたいです。皆さんに出会えたことは幸せですし、ありがとうございますね。ライアちゃん、北海道にいるのかな、今寒いんじゃないですか。いや、ちょっと本当に、お、いいじゃないですか。龍馬くんですかね、これ。龍馬くん、龍神くん誕生日おめでとう、ありがとう。リュウシンくんの1個下の男の子だけど、すごく大好きだし尊敬しています。リリベで、君かっこいいね、名前なんて言うのって言われてから、もうずっとずっと大好きです、ありがとうございます。これからもみんなから愛される可愛いリュウシンくんでいてね。リョーマくん、覚えてますよ、ちゃんとリリベでね。本当にこう、まあ、女性の方もそうなんですけど、男性の方からこう応援していただけるってすごく嬉しいですし、本当にこうリリーベの時もね、結構男性の方とかも来てくれて、なんかこう女性の方からもこう憧れるようなアーティストになりたいですし、なんかこう同じこう男性からもかっこいいって思われるようなこうグループになっていきたいねっていうのは僕たちも日頃から常に話しているので、なんかこう本当にそれこそこうグローバルアーティストになっていけ、なっていくには、本当にこう女性だけじゃなくてね、こう男性からも憧れられるようなグループになっていきたいなと思ったので、本当に龍馬くん嬉しいです、ありがとうございます。はい、ここでコメント読みたい。覚えてるのすごい、や覚えてますよ、本当にリリーベとかはあんなにね近い距離で話せる機会ってなかなかですから。男性ファンサイフィー多いよね、本当ですか、ありがとうございます。そうですね、これ見てくれてたら嬉しいですね、これ切り取って届けてください。リュウシンくんの誕生日受験くれました、じゃあ同じ記念日ですね、これから、ありがとうございます。じゃあ続けていきたいと思います。もう30分経ちましたから、あと半分いっぱい読んでいきたいと思います。ナッツンさん、リュウシンくん21歳の誕生日おめでとう、ありがとうございます。いつもファン思いで笑い声が癖強めなリュウシンくん、何もかも全部大好きです。生まれてきてくれてありがとう。毎日多忙だと思うけど無理だけはしないでくださいね。リュウシンくんの健康が大事なので、これからもずっと応援してます。いつも幸せをありがとう、大好きです、ありがとうございます。まあそうですね、健康大事ですね。皆さんもね、多分今時期が変わったり寒くなってきたりして風邪とか引きやすいですし、まあこういう状況なのでね、こういろんなウイルスとかも気をつけて、皆さんも健康第一なので体だけは大事にして、もし体調とか崩しちゃったらしっかり休んで、ご飯いっぱい食べて、僕たちの曲聴いて元気になってくれれば嬉しいので、皆さんもね健康第一で頑張りましょう。健康じゃなかったら何もできないのでね、結局体が第一番。納豆いっぱい食べてください。お、いいですね、ゆうみちゃん、リュウシンくん誕生日おめでとう。クラッシャーの時から知ってるけど、いい意味で何も変わらずやんちゃで子供っぽいリュウシンくん、いつも見てておもろいです、わら。これからも元気いっぱいでうるさいリュウシンくんでいてください、わら。ゆうみちゃん、ありがとうございます。すごいですね、クラッシャーの時から。だってあれが僕クラッシャーの時高校1年生とかなんで、その時から知ってくれてるってことも本当に5、6年ぐらいなんですかね。ありがとうございます。変わってないですかね、その時から。でそういうその時からこう EXPG の時から応援してくれてる方もいっぱいいますし、なんかそれを思うと
なんかすごいその時から頑張っててよかったなって思いますし、その時にちょうど僕もこうアーティストを目指すきっかけになったのがこう応援してくださる皆さんがいたから、こうアーティストになりたいと思ったのもあったので、まあ、それは逆に皆さんから夢をいただいた側なので本当にありがとうございます。嬉しいですね、クラッシュの時からこう EXPG の時から応援していただけてるのもありがとうございます。いや、これ読み切れないですね、全部いいコメントが多すぎて。お、メグさん、お誕生日おめでとう。リリベの時、目の前のリュウシン君がかっこよすぎて言いたかったことが全部飛んで慌てていたら、来てくれてありがとう、来てくれてありがとう、お姉さんどこから来たのと、とっさにかな、とっさに話題を振ってお話ししてくれた優しいリュウシン君、わら。あの時言えなかったけど、声とパフォーマンス中のコロコロ変わる表情と、メンバーにもファンにも優しいところが大好きです。身体に気をつけて、幸せなたくさんな幸せがたくさんな素敵な1年になりますように。ありがとうございます、メグさん。いや、結構やっぱ緊張しますよね、ああいうリリーベの時って、いざ目の前にすると。で、多分こう僕もシャイなんでなかなかこう話せない性格なんですけど、何かね、その5秒間の中で何かこう受け取って帰ってほしいなっていうのはあったので、なんかこう僕も逆側だったら何もこう緊張しちゃって喋れないタイプなので、何か、ね、逆に僕からこう話題を出してなんか楽しんでいただければなって思ってたので、逆にそれがえってなっちゃう方もいたかと思うんですけど、僕は結構リリベの時は自分からガツガツ話しに行っちゃってましたね。でもそれが喜んでいただけたらよかったです。ありがとうございます、メグさん。 NEXT、 どうですか皆さん、身体、体かな、体ですね。ニナタン、大好きなハンダリュウシン様、お誕生日おめでとうございます。様なんて、そんなそんな。リュウシン君の誕生日が来ると冬が来たと思います。かっこ何の話、確かそうです。持ちましょうか、立てます。確かに12月ですからね、クリスマスも近づいてきた証拠ですね。ダンス踊ってる時と普段とのギャップの差が富士山くらいあって、相当ありますね。そんなギャップあるかな。ファンとの距離感が近すぎてもはや友達で、ゲラで顔が良すぎなリュウシン君、やった、本当に最高に大好きです。21歳のリュウシン君にたくさんの幸せがありますように、ハート、バイバイ、いい1年を、ニーナより。わ、ブログ見てくれてますね、ありがとうございます。富士山ぐらい、そんなギャップあります。僕全然気にしてないんですけどね、意外と。でなんかそうやって言っていただけるのは嬉しいですね。ファンとの距離感も近すぎて、いやなんかそこは僕、逆に僕がすごく心がけてるとこでもあって、なんかこう本当に皆さんがこう友達、親友じゃないですけど、そのぐらいのこう僕は気持ちで皆さんと家族ぐらいの本当にレベルで皆さんとはこうお話もしていますし、なんかその距離感で皆さんと一緒に夢も叶えていけたらいいのかなと思っているので、皆さんは本当に距離感なんてゼロセンチです。21歳初スレですね。はい、ありがとうございます。リュウシン君、若菜ちゃん、若菜ちゃんだよな。リュウシン君&チャチャ、お誕生日おめでとう。リュウシン君のその大きな声と素敵なラップとダンスに毎日元気をもらってます。ありがとうございます。早く会えるといいな。リュウシン君の元気な声が早く生で聞けますように、幸せな1年になるよう願っています。 PS、 つるい君から誕生日プレゼントにもらって頑張って教えてね。どうですか、教えてほしいですか。今これちょっとじゃあ言いましょうか。つるい君から何もらったかこう来たんですけど、教えてほしい人。でもあの僕たち恒例のメンバー誕生日会も終わって無事、いやー今年ブログでも書いたんですけど、嬉しかったっすね、嬉しかったっすね。教えて、はい。つるい君からはあれです、スーツケースあるじゃないですか、スーツケースにこうなんていうの、こうベルトみたいになっててつけれるやつがあるんですけど、
それをいただきました。しかもそれカスタムで作れるやつなんですよ。で僕の誕生日を迎える1週間前ぐらいについ君からリュウシン好きな数字はって来てて、でうわこれなんかあるなって僕は感づいてたんですけど、好きな数字をつるい君は入れてカスタムで作ってくれてくれました。もうしっかり今日もスーツケースにつけてきました。で本当にあれはもう一生つけて、僕オリジナルのキャリーにできたのでよかったですね。そうです、他のメンバーのやつもブログで徐々に公開していきます。若菜ちゃんありがとうございます。使えるし、うわめっちゃ嬉しかったっす。すごいな皆さん、ありがとうございます。ほんまにいやー嬉しいですね。のんちゃん、ゆうしんくん21歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。サイフィとリュウシン君に出会って好きになって、今こうしてお祝いできることすごく嬉しいです。アンサーや幕張でのサプライズ出演、そしてサバイバル PCF リリーベを得て、気づけばサイフィの曲を聴くと各会場だったりいろいろな思い出が鮮明に蘇るようになりました。これからも日本に限らず世界中いろんな場所に連れて行ってくれるんだろうなと信じ楽しみにしています。のんちゃんありがとう。いやこれねあるあるなんですよ。僕もなんかその当時聴いてた曲だったり、なんかそのまあリリベだったりの時のこう移動の時に聴いてた曲だったり、もう今こう聴き返したりするとめっちゃその時の会場だったり、こう皆さんとあんな会話したなだったり、なんかうわあそこの大阪、例えば大阪だったり福岡とかであれ食ったなとかめっちゃ思い出しちゃうんですよね。めっちゃわかりますよ。でそういう時にこうちょっと寂しくなって、その時の当時の写真とか見返したり動画とか見返したりすると、あなんかエモいなって思いながら曲とかを聴いてますね。その時によく聴いてた曲だったり、だからこれはもう本当僕たち側もあるあるですよ。もう40分経った、早いですよね。チューズワン聞くとリリーベ思い出して泣く、確かにアルバムのリリースイベントでしたもんね。かのんちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。21歳の居酒屋エグザイルに行った時サイフィが来てくれて、その時会えたのが最初でとても楽しかったのを覚えてます。普段ふざけたり面白くていつも笑顔で可愛いのに、ライブとか MV ではめちゃくちゃかっこいいギャップに毎回得られています。ありがとうございます。そんなリュウシンくんが大好きです。リュウシンくんにとっていい位置になることを願ってます。フォーキーとワンパンマンより最強じゃん、フォーキーとワンパンマン。ありがとうございます。2019年のね居酒屋エグザイル懐かしいですね。僕たちがこう BOT で発表されてからこう初めてのステージが居酒屋エグザイルで、本当にもうその時は100何公演出させていただいて、結構ね今はこう2022年になったんですけど、こうリリーベとかで言われたのは本当にこう居酒屋エグザイルが初めてでしたっていう方も多くて、なんかあの時の居酒屋エグザイルってすごい貴重な本当に財産になったなってのは思いますし、その時にこう初めて見た方は多分ほぼだったと思うんですよね。その時はまだ僕たちもこうオリジナル自分たちの曲とかがなくて、なんかこう先輩方の曲をカバーさせてパフォーマンスとかをしていたんですけど、その時からこう応援してくださってるのはすごく嬉しいですし、なんかその時から比べるとちょっとでもこうレベルアップできてればいいなってのは思いますし、なんかかのんちゃんもそうですけど、本当にたくさんの方がこう長い間僕たちを応援してくれてるので、なんかその方たちともっとこう大きな夢を叶えて、なんか素敵な景色を僕たちもそうですし皆さんにも見せていけるようにしたいなってのは今こうタイに来てすごく感じたことでもありますし、まあ本当にこう活動を重ねていくうちに、それはメンバーともいろいろ話したりして、なんかこう思ってることでもあるので、いや
ありがとうございます。本当に皆さん、皆さんのおかげで僕たちは頑張れてます。ということで、ちょっとコメントでも読もうかな。サイフィ単独ライブ待ってるね。ぜひ待っててください。頑張るので、もしできた時は最高な単独ライブできるようにしますので、待っててください。ありがとうございます。 NEXT、 あやぴぴちゃん、りゅうしんくん誕生日おめでとう。可愛らしいところ、歌声、笑顔、ダンス、素敵なところをあげたらキリがないです。いやいやいや、リリベでの暖かい太陽、今でも鮮明に覚えてます。新名鮮明か鮮明に覚えてます。今年1年がりゅうしんくんにとって実りある成長の年になりますように。ずっと応援してるよ。改めて誕生日おめでとう。いや、ありがとうございますね。これ嬉しいですね。やっぱこうリリベでの暖かい太陽、いやー、やっぱリリベのこうお話し会って結構楽しかったですよね。どうですか、楽しかったですよね。なかなかないじゃないですか、今のこういう時代にこうあの距離感で、しかも5秒ってこう意外とあの時短いんじゃないのって思ってたんですけど、すごく結構話せましたし、なんかすごく本当に各地で話した内容だったり、こう皆さんのことを今でもちゃんと覚えてるので、なんかそれぐらい本当に僕たちも幸せな時間だったなってのは思いますし、なんかこれからもあの距離感でこうイベントができていけたらいいなってのは思いますね。ちゃんとしっかり顔も見れましたの距離感で話せるし、なんかすごい楽しかったですね。なんかあっという間でしたね。結構行かせていただいたんですよ、あの時もリリーベの時いろんな県行かせていただいて、本当にその県の皆さんともお会いできて、その時初めてこうお会いする方もいて、知ってたけどこう初めて直接会いに来ましたっていう方とかいたりして、こうまあ SNS 始めてたので、その SNS とかでは見てたけど、まあ逆にこう SNS で知って応援し始めて、こうリリベがあったから来たとか、そういう方もたくさんいたので、なんかすごく幸せなリリベになったのかなってのは思いますね。僕たちにとっても初めてのリリベだったので、いろいろこう不器用な点だったりはあったと思うんですけど、みんなこうなんていうんですかね、ちゃんとしっかりいいゴールも迎えられてよかったなってのは未だに思いますね。まだ読んでますよ。まともに喋ってなくて後悔、緊張しますよね。ねねちゃん、21歳おめでとうございます。笑い声、笑顔、膝小僧、みんな私の癒しです。よかったです。タイでの活動どうですか。辛いこと悔しいことたくさんあるかもだけど、一ファンとして応援してます。幸せな日になりますよね。ありがとうございます。タイでの活動、いやそうですね、もう本当昨日もう4ヶ月、あでも本当3ヶ月、4ヶ月か4ヶ月目に突入したんですけど、まあ本当いろいろあって、それこそやっぱしこうやっぱこうずっと日本で育ってきて、日本でこう活動してきたのもあるので、なかなかこう慣れない部分だったり、こういろいろやっぱ大変な時もあったりしたんですけど、やっぱ本当にそういう時にこう支えになってたのが皆さんの応援でしたし、こう周りのメンバーがいたからこそ、こう今タイのこう活動もだんだんとこう自分たちにとってすごくこう勉強になる日々にもなっていますし、だからこそこう離れている距離でも何かこう日本の皆さんにこう伝えていけることがあるのかだったり、本当にそういうことを考える時間がすごく増えて、やっぱしこう距離が離れちゃうので、こう直接会えないので、今の時代こう SNS とかこういう配信とかがあるので、時間を共にする時間とかは結構あると思ったんですけど、なんかやっぱしそういう時にこう何を伝えれるかだったり、離れているからこそできることもこの期間ではあったと思うので、まあ本当にまだ不器用な点が多かったんですけど、なんか自分たちにとってはこのタイでの活動はすごく時間はあるんですけど、なんか今こうしてタイで活
させていただいて、こう4ヶ月ぐらい経って、本当に勉強だらけの日々になってますので、皆さんぜひね、レベルアップした姿を楽しみに待っていただけたらなと思います。あと10分早いですね。全然読み切れてないですわ。すいません、ちゃんと自分の中では全部読んでいます。もうパッパッと読んでいきます。全部 R さん、リュウシンヘ、ハッピーバースデー21歳おめでとう。うちもタイに行きたい。あ、ダジャレ踏んでます。なんつって21歳思いっきり楽しむんやお。ありがとうございます。タイに行きたい。タイにいらっしゃい。アーカイブは残します。ライトついて顔がオレンジっぽくなってますね。マナちゃん、リュウシンくん21歳おめでとう。どんな時もファンに寄り添ってくれるところ、一緒に頑張ろうねって言ってくれるリュウシンくんの人柄が大好きです。ずっと笑顔でいてね、幸せいっぱいの21歳になりますように。皆さんもずっと笑顔でいてくださいね。よし、読むぞこれ、頑張って。ゆうさん、リュウシンくんへ、リュウシン21歳の誕生日おめでとうございます。リュウシンの笑顔にいつも癒され、常にファンのことを思ってくれる、そんな優しさあふれるリュウシンくんが大好きだよ。日本に帰ってきたらたくさんリュウシンの笑い声聞かせてね。任しとけ。リュウシンにとって幸せあふれる素敵な一年になりますように。バイユウキヤコンコン、懐かしい、つけたやつですね。あだ名、行くぞ行くぞ行くぞ。チャンレナだよ。リュウシンくんへ、一度きりの人生でアーティストの道を選んでくれてありがとうございます。リュウシンくんのパフォーマンスを見てると笑顔になれるし、元気もらってます。あと残り数ヶ月、タイでの生活動頑張ってください。日本で会えるのを楽しみにしています。これからも毎年人生で一番祝ってもらえたを更新していきましょう。改めて誕生日おめでとうございます。大好きです。いや、毎年思ってますよ、人生で一番祝ってもらえたは。去年もこうなかなかたくさんの方に祝ってもらえたんですけど、今年もね、超えてきましたね。しかもファンクラブもできて、こんなにたくさんの方になんか応援してもらえてるんだなっていうのを改めて感じましたし、それこそ本当に今は SNS も僕たちやってるので、そういうところでこう皆さんからのコメントとかを見たりして、なんか本当に自分がこんなに祝われるこう人間になれたんだなっていうのもそうですし、それは本当にこう皆さんがいるからこそそれを感じれてますし、まあ産んでくれた家族がいたからこそこういうアーティストとかにもなれたり、まあ今のこの環境があると思うので、そこは本当に毎年誕生日を迎えた時は幸せだなってのは感じますね。ありがとうございます。あ、見つけて、どんどん読んでいきましょう。読んでいきます。れなちゃん、リュウシン君へ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いつもリュウシン君の可愛さと元気さとかっこよさにたくさんの元気もらってます。バクステでもリリーベでもリプ編でもたくさんの幸せくれたリュウシン君が本当に本当に大好きで大好きでたまりません。受験もたくさん応援してくれてありがとう。リュウシン君のこと思い出したら頑張れました。今年はリュウシン君にたくさん会いに会える、たくさん会える年にしたいです。いい1年にしてね、大好き。そうですね、たくさん会える年にしましょう。僕たちも頑張るんで。ミサちゃん、リュウシン君21歳の誕生日おめでとうございます。リュウシン君にとって素敵な1年になりますように。ファンのみんなと日本でお会いしたかったな、されたかったな。まあでもそれは SNS を通して感じてますよ。はい、どんどんいきます。キラちゃん、リュウシン君21歳の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。幸せな1年にしてください。いや、私たちサイフファンが幸せにさせますね。いつも幸せにさせてもらってます。やばいですね、もうあと6分だ、早いですね。でもこのあと18位からシールがあるので、58分ぐらいに切り上げて皆さんシールに今度行きたいと思います。アリンちゃん、誕生日おめでとう。リュウシン、いつも優しくしてくれてありがとう。あなたの優しさに今年の夏は何回も救われました。リュウシンの
リュウシンくん21歳おめでとう。リュウシンくんの笑い声にいつも元気もらってます。タイで過ごす誕生日はどうですか。誰からも愛されキャラのリュウシンくん、今日はメンバーからたくさんお祝いしてもらってね、笑顔いっぱいの一年になりますように。これからも応援してます。タイで過ごす誕生日はね、もう本当最高でしたよ。あのケーキのハッピーバースデートゥーユーって言うとあるじゃないですか。まずあれのリュウシンが大好き、これからもずっと応援してるよ、大好き。マフマフちゃんありがとうございます。僕も大好きです。ももかちゃん、リュウシンくんハッピーバースデー、21歳のお誕生日おめでとう。今年でお祝いしたのも4回目です。4回目だ、ありがとうございます。毎年幸せをたくさんくれて本当にありがとう。21歳のリュウシンくんには私からの幸せの恩返しをさせていただきます。19歳の未熟な私だけど楽しみにしててください。新潟の相方より。新潟の相方、懐かしいですね。リリーベの時ね。わ、56分、結構行きたいですね。あとみくみ39さん、リュウシンくんお誕生日おめでとう。ファンクラブでお祝いできることがとっても嬉しいです。タイでの活動含め素晴らしい一年になりますように。これからもタイから応援します。スックサンワングー、そしてラックリュウシンナー、タイ語だ。勉強してくれたんですか、みくみさん。ありがとうございます。そうですね、ファンクラブでお祝いできると嬉しいですね。なんかこうファンクラブを通してね、今も結構いろいろなファンクラブ限定の写真だったりこう動画を配信してますのでね、そちらもチェックお願いします。いや、やばいですね。あと 2,3 個。はるちゃん、リュウシンくんお誕生日おめでとうございます。いつも元気で声が大きく優しいリュウシンくん、リュウシンくん見ると本当に元気が出ます。いつもリュウシン、いつもたくさんの幸せありがとうございます。これからもたくさん一緒に夢を叶えられますように。リョガシンがこの世で一番大好きです。リョガ君見てるかな。21歳も素敵な年にしてください。今日からためじゃないのでリュウシン君呼びです。また追いついたらリュウシン呼びに戻します。待っててください。いや、リュウシン呼びでいいですよ、僕は。じゃあもうラスト1個、次シエルに移動するので。おー、ちょうど最後だ。やっぱりみかんさん、リョガ君の間な。リュウシン君誕生日おめでとう、ありがとうございます。サイフィを好き、サイフィを好きになったきっかけはリュウシン君です。よかった。ニコッとニコンの笑顔に沼りました。娘と何度もリリーベに行き幸せをたくさんいただきました。ありがとう。こちらこそ幸せな一年になりますように。やっぱりみかんさんありがとうございます。いや、なんか嬉しいですね、きっかけはリュウシン君っていうのを。なんかそこからこうグループも好きになっていただけて、娘さんともそういうのも嬉しいですね。ご家族で来ていただけるのは何よりなので、ありがとうございます。ってことで皆さん、本当に本日はたくさんのファンクラブで募集したお祝いイベント、お祝いコメントを読ませていただいたんですけど、本当に全部読みたかったんですけど、こう本当にたくさんのコメントが来てて、なかなか1時間じゃ読み切れない量のコメントが来てたので、本当に皆さん送ってくれてありがとうございます。読めなかった方も本当にすいません。しっかり配信、もう先ほどから見させてはいただいてるんですけど、ちゃんと全部見させていただくのでご安心を。1時間もそしてインスタライブ付き合ってくださり皆さんありがとうございました。ちょっとね、最初は汗かきすぎて皆さんに心配される時もあったんですけど、あれはちょっと走ってきたのでご安心を。いやー、でも本当に無事21歳を迎えられて、こうして素敵な皆さんとも一緒に時間も過ごして、もっともっと21歳を素敵な年にできるよう、そして皆さんとたくさん会えるように頑張っていきますので、21歳ファンデリューシンですをよろしくお願いします。皆さん本日ありがとうございました。ゴーとシエルでキャス配信しようと思ってますので、皆さんシエルにぜひ移動していただけたらなと思います。ありがとうございました。これは切っちゃって大丈夫ですか。皆さんありがとうございます。長い時間ブログとかも見てください。バイバーイ。